ジョナサン・プライスはイギリス・ウェールズ出身の俳優。美術教師を志望しながらも演劇に身を入れ、ロンドンの王立演劇学校で小学生として舞台デビューした。ハムレットなど得意演目を広げ、演出の面でも才能を発揮し始めた。1977年にブロードウェイに進出、トニー賞はじめ各賞を総なめにするなど注目される存在になった。 1976年、サスライの公開で映画デビューした。TV にも活躍の場を広げる。1985年、未来世紀、ブラジルに主演、ロバート・デ・ニールを向こうに回し、その芸術的なセリフ回しと個性的な風貌は日本でも話題になった。この作品で監督を担当したテリー・ギリアム作品にしばしば起用される。1989年、 ロンドンウエストエンド初演のミスサイゴンにおいて狂言回しながら主役といえるエンジニア役を演じ同作品の1991年ブロードウェイ公演においても同役で出演絶賛を浴び同年のトニー賞ミュージカル主演団優勝を受賞する1995年恋の選択キャリントンを経て翌年の大ヒットミュージカル映画エビータでは マドンナ演じるエヴァペロンの夫のアルゼンチン大統領フアンペロン役を演じ甘い低音の歌声を披露した。1997年に公開された007シリーズ第18作007トゥモローネバ大第ではエリオット・カーバー役として出演。破壊工作と情報操作でイギリス、中国間に戦争を勃発させることで莫大な利益を得ようと目論み。 ピアース・ブロスナーに演じるジェームズ・ボンドと対決するメディア王を演じた。その後も順調に活躍し、大作映画の貴重な脇の顔として親しまれている。2009年には大英帝国勲章コマンダーを授与された。2019年、二人のローマ教皇で主演を務め、人生で初となるアカデミー主演男優賞ノミネートを得た。ありがとうございます。